こんにちは、ソッカー塾の久保です今ね私がね読んでる本なんですけどもこれ見てください「中国中国産地過疎50年」ということで私の住んでいる広島県を中心に中国地区5県ありますよね山口県広島県鳥取県島根県岡山県とまあその中国山脈沿いに過疎の村がね点在してるわけなんですよこれからますます増えると思いますけどもそういったところをねこうドキュメントしている 一冊の本なんですよね「日本全体の人口が減る時代田舎への追い風が多少あるからといって楽観は禁物だ」などと帯に書かれてますけども、えっと、今回ねこの本の紹介ではなくって皆さんにも本がが出せるるチャンスがあとということなんですよもちろん最近は出版のハードルも随分下がってきたんですけども今回紹介したいのはね即果塾の塾生さんで本当にね23か月前には出版なんて思いもよらなかったという方が まあ、速塾ででいいと頑張っててただいてですねなんとですね2ヶ月目で17万の売り上げを出して、まあ、それが副収入となってですねその成功体験をもとに出版をもうされるということなんですよいわゆるトントン拍子で成功の階段を上り続けている方なんですよね、まあ、この方岡恵理子さんというペンネームで活動されているんですけどもこの方なんとね、まあ、難病を抱えてらっしゃってそしてうつ病でもあって 本当、寝たきり状態の形で、しかもシングルマザー、50過ぎということで、普通に考えたらね、ちょっと行き詰まっちゃってるね、とかね、就職大丈夫、収入大丈夫みたいな感じになるかもしれませんけども、大丈夫なんですよ。あの、ありがたいことにですね、手持ちのカードという表現を私してるんですけども、いろんなものができないできない、それはもちろんあるでしょうけど、でも、できることを生かして、何か、 一つつの結結果に結びつくことはできないでしょうかということでずっとメッセージを出してたんですよね。でこのエリコさん私の声に気が付いてくださって自分でもできることをやってみようというふうに勧めてくださったんですよね。そして今23か月後にはもう出版に至っているということなんですよね。まあ、すごい奇跡だなと思いますけども皆さんにもこの感動をちょっとねお分けしたいなと思いまして今回の動画にさせてもらいました。い、えー、いただいただメールの中ですごく、ね、印象的な キーワードがあったんでここを紹介して今回の動画を終わっていこうかと思いますけども出版の方も2月3日ですんでね楽しみにお待ちいただきたいと思いますそれではキーワードですインターネットの世界に足を踏み入れたら驚くほど世界が広がりました先生がずっとメッセージ私ですね私がずっとメッセージしてくださってましたよねと、はい、少し前の私みたいにメッセージを受け取りながら立ち止まっている人の希望になれるように努力していきたいと思いますと綴られております 励まされませんかちょっとやってみようと思いませんか今回はそんな